中国人民武装警察部隊の国境警備員と逮捕されたものの生還したチベット人、長友のベースキャンプにて、ナンパラ銃撃事件は2006年9月30日、中国人民武装警察部隊の国境警備員がナンパラでチベットから不法出国しようとしているチベット人難民を銃撃したとされる事件。作家のジョナサン・グリーンや事件の目撃者は、 非武装の難民たちが歩いている時国境警備員に遠くから銃撃され、一人の修道所が殺害され、数人が負傷し、また、殺害された、修道所は17歳のケルサン・ナンツォであると主張している。ただし、公開された動画や写真は遠距離から撮影された不鮮明なもので、雪上の人影がケルサン・ナンツォ本人かどうか、また、本人の生死も確認できない。 子供を含む32人のチベット人が逮捕され、刑罰を受けた後に釈放されたが、チベット人権団体によれば2016年現在でも、未だに行方不明者がいるとされる。中国政府は、無防備な難民に対する銃撃を否定したが、近くにいた登山隊の一人で、ルーマニア人のセルジュマテが、事件発生当時の現場を動画で撮影していた。 セルジュマテイがビデオをチベットから運び出し、ルーマニアのテレビ局であるプロトブで公開した結果、事件は主に欧米や西側諸国で広く報道されたが、日本国内ではほとんど報道されなかった。中国側の発表によると2006年9月30日、チベットに配備された中国の国境警察が79名の不法出国者を発見し、そのうちの27名を逮捕し、 一名が死亡した。長友の国境警察が不法出国を試みるチベット人の集団を発見したので、空に向けて警告射撃を4回行い進行を停止する様に警告を発した。チベット人たちは警告に従わずにネパールの方向へ急いで逃げ、何人かは警察に向かって石を投げつけたり近づいて逮捕しようとするとナイフを取り出して固くなに抵抗し、 警官の生命を危険にさらした。チベット人たちは国境に近づいても警告を無視し、逃亡を続けるので、警察が3回発砲したところ、カズとは足に銃弾が当たり逮捕され、もう一人は右腕に銃弾が命中した。右腕に銃弾を受けたのは、ナクチュチクビル県のロゴー徳吉村の24歳の女性であり、彼女は救命措置を受けたが、 海抜6200メートルの薄い酸素と極度の寒気という過酷な自然環境と出血多量により死亡した。逮捕された27名のうち、17名がチベット籍1名が大見籍9名が四川籍であった。18歳以下の未成年が19名おり、その中の8名が18歳だった。16名はダライラマとの面会が目的で、 11名はインドの学校で教育を受けるのが不法出国の目的だった。27名のうちの3名は不法出国で逮捕されるのは2度目であった。また、逮捕されたチベット人を取り調べた結果、ジャトーと呼ばれる犯罪組織が大規模な不法出国を手引きしていたことが確認された。一方で、チベット人権団体の発表によれば、 多くの子供を含む75人のチベット人、及びガイド2人は、チベットを離れて、インドのダラムシャーラーにいる、ダライラマ14世に合流しようとした。その際に、国境警備員に発見され逃亡するが、警備員は警告の後に一団に向けて発砲し、一人の2層が殺害され、また23歳のクンサン・ランギャルが足を2回撃たれ、国境警備員が病院へ移送した。 チベット人権団体が運営するニュースサイトであるパユルは2006年10月10日時点で殺害されたのが17歳の二層ケルサンナンツォであると発表しているが事件翌年の2007年1月31日時点の発表では殺害されたのは25歳の二層であると変更され被害者の名前も記事には明記されなくなったこの時のチベット人の一団は非武装だった ネパールカトマンズのチベット難民移送センターに着いたのは41人だけだった。その2週間後に一行はダラムシャーラーに到着した。ナンパラはチベットとネパールの空母地域をつなぐ交易路上、エベレストから30キロメートル北西のところにあった。長友のベースキャンプからも見えたため数多くの外国人登山者が事件を目撃した。 ベースキャンプでは沈黙しろという無形の圧力があったが、少なくとも二人は、外の人間に連絡しようとした。マスコミでは、エクスプロアイアーズウェブが率先して報道し、後に、多くの外国人と残者が写真を公開、さらに、ルーマニア人カメラマンのセルジュマテイがビデオを撮って、外国へと運び出した。セルジュはまた一人のチベット人に服を与え、ネパールへ越境するまで10時間かくまった。 ケルさんの他にも7人が死亡したという噂や、警告なしで射撃されたとの噂や、パイルによって2人目の死者を中国側が認めたとの発表もされたが、ジョナサン・グリーンの現地調査や生存者の証言から、警告の後に射撃が行われたことが判明し、死者も1名のみしか確認されておらず、インターナショナルキャンペーンフォーチベットも死者は1人だけだと確認し、これらは、 噂や伝聞に基づく誤報と判明した。カナダのチベット人権団体であるカナダチベットコミッティの1999年時点の報告によれば、中国の国境警察が亡命しようとするチベット人を銃撃するのは稀なことであり、ネパールに脱出しようとするチベット人は逮捕され、しばらく投獄されることになるのが普通である。雪の中で渦漏れているケルサンナンツォの死体とされる。 写真事件の生還者たちがインドに到着した後、チベット人権民主センターが10月23日に記者会見を主催、生還者の一人は、チベットから逃亡した目的はダライラマにあって、彼から祝福を受けることだったと述べた。同日、中国当局は一人の仏教徒、ケルサン・ランツォが、銃撃事件で殺されたことを認めた。事件のすぐ後、中国政府は、ナンパラで逮捕された。 チベット人の一人が病院で酸素欠乏症により死亡したと発表したが、ビデオが公開されたことで認めざるを得なかった。国際法では、国境警備隊による火器の使用は命に関わるとき、しかも最後の手段としてのみ認められており、目撃者の証言やビデオを見た政治家たちは、この銃撃事件は火器使用の条件を満たさないとしている。事件は、 シベットにおける人権に関心を呼び寄せ、11月30日にジュネーブで開催された国際連合人権理事会会議では16の非政府組織が連名で国際連合人権高等弁務官のルイズ・アル・ブールに対しナンパラ銃撃事件についての行動を質問したが、彼女は回答しなかった。一連の報道に対して中国側は欧米側による歪曲報道であるとして、 抗議の意思を示した。中国政府は、被害者75人のうち18人の安否を明らかにしていなかった。そのうちの一人、事件当時14歳のジョン・チョン・ソン・テンは、牢獄で数週間国刑を受け、その後数ヶ月間の強制労働を経て釈放された。彼は再度逃亡を試み、今度は成功して、インドにたどり着いた。ありがとうございます。